ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアメリカ初の鉄道橋の重大事故として知られている、ノーウォーク鉄道事故について紹介するぜ。鉄道橋って、文字通り鉄道専用の橋のことだよね。そうだな。重たい列車を無事に通過させなければならないので、普通の道路橋と比べても強度や耐荷重性が段違いなんだ。大きな川や入江の対岸に最短距離でショートカットするために建築されることが多いんだぜ。ってことは、そこで事故が起きたら川や海に真っ逆さまなのでは。うむ、今回のノーウォーク鉄道事故でも、まさに霊夢が危惧している通り、車両が転落してしまって50人近くが死亡するという大惨事になっている。へえ、言わんこっちゃない。それにしても、どうして転落事故なんて起こしちゃったのよ。一言で原因を言うなら、運転士の信号無視だな。鉄道橋が通過できる状態ではなかったにもかかわらず、運転士がその信号を確認するのを怠ってしまったんだ。信号無視？鉄道橋って信号とかあるんだ？そりゃあるさ。何せ本来入江ってのは商船や客船が往来する場所だろ。なのに鉄道橋がかかってしまっていると、その鉄道橋の高さよりも低い船しか、下を潜って行き来できなくなってしまう。つまり、大型船舶の水上交通を妨げてしまっているわけだ。ああ、言われてみれば確かに。じゃあ、大きな船を通過させなきゃいけない時はどうするの？海峡という動作を行うんだ。海峡？鉄道橋の一部をあらかじめ開閉できるような構造にしておいて、船が通過するタイミングでその部分を引っ張り上げたり、引っ込めたりして隙間を作るわけだ。で、船が通過し終えたら元通りの橋の形に戻る。これができる橋のことを可動橋と言ったりもするそうだぜ。はあ、なるほどね。川や入江の上に鉄道を通すってなると、ただ上に橋を架ければいいんじゃなくって、そういう仕組みとかも考えないといけないんだ。交通系のインフラを設計する人って大変だな。ただ船が通れる状態ってことは、要するに橋が一時的にかかっていない状況になっているわけだからな。そんなところに列車が突っ込んでしまえばどうなるかは、火を見るよりも明らかなんだぜ。あった。確かに。しかも、列車ってブレーキを踏んでも、完全に止まるまでにめちゃくちゃ時間かかるっていうもんね。そうだな。ただでさえ総重量がある上にスピードも出ているから、ブレーキをかけてから制動に至るまでの時間が、車なんかとは段違いだ。無理やり止めようとするとどこかが破損したり、中の乗客に危険が及ぶ可能性だってあるしな。だからこそ、早め早めにブレーキを踏めるように、第三者がこの先は通行不可能な状態であると知らせるための信号が設置されている。基本的に、運転席から目視で異常を確認してからブレーキを踏む、では遅いんだね。繰り返しになるが、ノーウォーク鉄道事故はそのための信号を見過ごしたために起きてしまった大惨事だ。本来なら防げるはずの事故だったにもかかわらず、どうして止めることができなかったのか。それについて知ってもらうために、まずはノーウォーク鉄道事故の経緯や時代背景から紹介していくことにしよう。さて、事故が起きたのはアメリカ合衆国北東部にあるコネチカット州、ノーウォークと呼ばれる都市の鉄道線。1853年5月6日のことだった。なんかさ、欧米の列車事故ってその辺の時代に集中しているイメージあるよね。他の動画でも繰り返し述べていることだが、この頃って、鉄道史における黎明期だからな。現代の視点から見ると初歩的なミスのようでも、ノウハウが蓄積されていない当時としては防ぎようのない盲点であった可能性がある。鉄道とか機関車ってのが本格的に社会実装されるようになったのが、産業革命で蒸気機関が発明されて以降のことだから、1853年って言うと、ちょうどアメリカの産業革命が始まるかどうかってくらいのタイミングだね。うむ、アメリカの工業化はヨーロッパよりも少しだけ遅いんだ。奴隷制度の存続派と廃止派の衝突である南北戦争が一段落を迎えた1860年代頃から本格化していくからな。そこから西部開拓時代が始まって、太平洋側のアメリカ西海岸、特にカリフォルニア州で金鉱が発見されてゴールドラッシュに突入するんだが、で、ただでさえめちゃくちゃ広い北アメリカ大陸を、大量の人や物を乗せて運ぶ、効率の良い輸送手段が必要だった。そのために鉄道の需要が生まれていった、という流れだね。そういうことだ。需要に引っ張られるようにして社会実装が進んだので、時間のかかる安全対策やら検証やらは、もしかしたらないがしろにされていた面もあるのかもしれないな。そんなの後でいいからさっさと鉄道網をってわけか。そりゃあ事故が起きるのも仕方のない状況だわ。まあ、国土面積だけでも日本の25倍くらいあるってんだから、鉄道などの大量輸送手段なしには発展が難しいような国ではあるんだけどな。
さて、そんなアメリカ鉄道史における初期も初期の段階で起きたのが、このノーウォーク鉄道事故ってなわけだが、ふんふん、コネチカット州とニューヨーク州の間に位置するロングアイランド湾という大西洋に面した湾があってな。ここにはアメリカ大陸から複数の川が合流していて、そのうちの一つのノーウォーク川が合流するノーウォークハーバーが、今回の事故の舞台となる。うわ、結構厄介そうな土地柄だね。複数の川や入江をまたいでいかなきゃいけないとなると、鉄道を建てるのも難しそうだよ。というか、そういう厄介な土地柄をショートカットするために、鉄道橋で最短距離を移動しようとしたんだろうな。ただ、やはり厄介な土地柄ゆえかここに建てられた鉄道橋には、ニューヨーク州の側にかなりの急カーブがあったんだ。おお、なんかフラグっぽい雰囲気。急なカーブなんていかにも事故多発地域じゃん。スピードを出しすぎて、遠心力を制御しきれず外側にポン、とかね。その危険もあるが、急なカーブがあるということは、すなわち運転席からはそのカーブの向こう側の見通しが悪いということになる。なので、この見通しの悪さによる事故を未然に防ぐため、カーブよりも手前の位置にボール信号機が設置されていたんだ。ボール信号機？柱の上に赤いボールをくくりつけて、これを高く掲げることで通行可能な状態である。低く下ろして通行不可、ブレーキを踏めと運転士に伝える信号機のことだな。おなんというか、ライトの色や点滅で知らせる現代の信号機と比べるとだいぶアナログな感じがするね。余談だが、ウイスキーを炭酸水で割ったお酒のハイボールはこのボール信号機が由来である、という説がある。そりゃあ一体どういう理屈で？ハイボールってのはつまり、ボール信号機のボールが高く掲げられている状態ってことだ。つまり、ハイボールという掛け声が出発進行という意味で、現代でいうところの乾杯のような、景気の良い用途で使われていたんじゃないかって話だな。へぇ、面白い説だね。まあ、あくまで説の一つに過ぎないんだけどな。で、話を事故当日に戻すと、この日の午前8時に、ニューヨークからボストンへと向かう急行列車が、200人の乗客を乗せて出発した。おお、結構な数が乗ってるね。列車は7両編成で、そのうち荷物車が2両、残りの5両が客車だった。一つの車両に40人ずつと考えると、優遇詰めとまでは言わずとも、かなり密度は高かっただろうな。それくらい需要のある重要な便だったってことだね。で、今回の事故における一番の問題点は、そんな重要な便の運転士が、このルートをそれまでに過去3回しか運転した経験がなかったということだな。少な？新人さんだったのかな？いや、本来の運転士が不在だったので、代理の職員が運転士を務めることになったんだ。なので、もしかしたら可動橋の正確な位置や、信号を確認するべき位置なども不慣れだったのかもしれない。うわぁ、なるほど。さて、そんな運転士と大勢の乗客を乗せた急行列車が、戦術の端に差し掛かった。船が通れるように、可動橋になっている箇所だね。特に、このノーウォーク鉄道事故が発生した箇所の可動橋はスイングブリッジ、あるいは旋回橋と呼ばれるタイプのものでな。橋の一部が、それを支えている柱ごと回転するというものだ。本来、橋というのは柱を軸にした竹トンボ状の構造のものが横一列に連なっている状態だ。旋回橋は、その竹トンボのうち一つだけを90度回転させて、線路と線路の間に隙間を作って、船を通過させるということだ。あ、なるほどね。なんとなくイメージできたよ。で、すでに前半でも説明したように船が通過するための隙間を作っている間は、線路が途中で途切れてしまうので、列車はそこを通過できない。もし気づかずに突っ込んでしまったら、足場がなくなってそのまま入江に真っ逆さまだね。タイミングの悪いことに、この急行列車が旋回橋に差し掛かったのは、そのほんの少し前に蒸気船が通過したばかりの時だった。つまり、旋回橋はまだ縦方向に90度回転したままの状態で、線路が途中で途切れてしまっている。やばいじゃん。もちろん、それを知らせるためにボール信号機が作動していたはずなんだが、代理運転士はその信号を見落としていた。どうして3回しか運転したことない方が運転士の時に限って、こんなタイミングの悪いことが重なるのか。先ほども言ったように、この入江沿いの線路には急カーブがあって前方の見通しがとても悪い。つまり、目視で遠方の旋回橋を確認してあらかじめブレーキを踏んでおく、ということも難しかった。結果、線路が途中で途切れていることに運転士が気づいたのは、旋回橋がもう400フィートほど手前に迫ってからだった。400フィートって言うと、ざっくり計算して、120メートルくらいだな。ちなみにこの急行列車は、およそ時速 80km ほどのスピードで運行していたという。あ、終わった。運転士は必死でブレーキを作動させ、また進行方向を逆向きにする逆転機という装置をかけて、どうにか最悪の事態を避けようとしたが、わずか100メートル強という短い距離では、どうすることもできなかった。
もはやなすすべもなくなって、運転士はボイラー室担当の職員と共に飛び降りる決断をするんだ。一か八かってことね。さて、線路が途切れているにもかかわらずそのまま突っ込んだ急行列車は、スピードが殺しきれずに、勢い余ってそのまま十数メートルほど宙をかけつつ、緩やかなカーブを変えて転落していった。そして間もなく、向こう側の橋を支えている土台部分に正面から激突して、先頭車両が大破する。時速 80km で鉄の塊が激突する衝撃ってとんでもないよね。運転士とボイラー室担当の職員は、住んでのところでこの衝突よりも先んじて飛び降りていたために、どうにか重傷は免れた。だが、機関車の中に取り残された200人の乗客たちは、そういうわけにはいかない。特にこういうのって、先頭車両ほどひどいんだよね。そうだな、一番先頭の客車なんて、入り江に落ちたところに後ろの車両に追突されるようにして上から押さえつけられ、そのまま沈んでいったという話だからな。うっぱ、えげつない。その一両目に乗り上げた二両目の車両は、完全な水没とはいかなかったが、その次の三両目は、沈みゆく一二両目と線路上でどうにか停車した後ろの車両に引っ張られて、チューブラリンの状態で真ん中から真っ二つに引き裂かれたという、拷問みたいなことになっちゃってるじゃん。結果、死者48人及び負傷者30人、さらに8人が行方不明という最悪の結末になってしまった。元々の乗客数が多かっただけあって、やっぱり被害規模もえぐいな。何の因果か、この急行列車にはニューヨークで開かれていた米国医師会の年次総会から帰る途中だった医者が多く乗っていてな。そのうち7名が命を落としてしまった。生き残った医者は、後に当時の死亡者の状況について、次のように語っている。溺れたことによる窒息の症状の全てが確認された一瞬で溺れた後、破壊された車両に閉じ込められたまま押しつぶされた。惨憺たるありさまだね。さて、繰り返しになるが、このノーウォーク鉄道事故というのはアメリカ鉄道史の黎明期における初の鉄道橋の重大事故であった。市民の怒りや不安の声、鉄道の安全性に対する疑念はそうそうたるものであり、これを受けて何の対策も施さなかったとなれば、人々の信頼を失って鉄道業界の進歩は遅れることになるだろうし、第2第3の類似した悲劇がいずれまた起きてしまう。だから、事故の教訓を受けてどのように今後に生かすかがめちゃくちゃ大事なんだよね。そういうことだ。さて、まずはミスを犯した運転士に対する処罰だな。彼は重過失罪によって起訴されることになってしまった。経験が乏しかったとはいえ、事故を起こした責任は取らなければならないからな。まあ、こればかりはしょうがないよね。加えて、類似の事故の再発を防ぐために、コネチカット州の州議会は対策を講じることになる。結果として、すべての列車はどのような可動橋であっても渡る前には一旦停止するようにと義務付ける法律が施行された。なるほど、可動橋の開閉の状況に関わらず、必ずブレーキを踏めばよいってことか。その度にブレーキと再始動をしなければならないから、列車への負担や、円滑な運行スケジュールの妨げにはなるだろうが、それでも、ヒューマンエラーによる事故をなくすためには、これが一番だからな。事故を起こしてしまえば、人命の損失もそうだし、壊れた橋や列車の修繕費なんかも馬鹿にならないしね。それに、世間からもまた同じミスしてるよって、今度こそ信頼を失っちゃうだろうし。ああ、そういう将来的な損失を防ぐためなら、まあ妥当な判断なんじゃないかな。ともかくさ、これだけ大きな事故を起こして、しっかりと対策もしたんだからもう同じようなミスは発生しないよね。いや、それがな、まさか、このノーウォーク鉄道事故から11年後に、ほとんど同じような内容の事故が起きてしまうんだ。まあ、そっちはアメリカじゃなくてカナダなんだけどな。あちゃー、別の国か。こちらの事故について、概要だけ語っておくと1864年6月29日、現在のカナダ、モンサンティレールと呼ばれる地域で鉄道橋からの転落事故が発生した。内容としては、蒸気船が通過するために旋回橋が開橋状態にあって、それを知らせる信号に運転士たちが気づかず、そのまま突っ込んで水没したってものだな。うわぁ、ノーウォーク鉄道事故と完全に一致してるじゃん。ノーウォーク鉄道事故よりも悪いのは、こちらは被害規模が倍以上あってな。ヨーロッパからの移民を大勢乗せていたことが災いして、死者が判明しているだけでも99人、負傷者も100人以上出たって話だぜ。押しも押されぬカナダ史上最悪の鉄道事故だって話だ。文字通り、桁が違うね。衝突と水没のダブルパンチだからな。衝撃を運よく生き延びたとしても、怪我をしたり気絶したり、身動きが取れない状態になってしまって、そのまま溺死というケースが考えられる。最悪のコンボってわけだ。でもさ、11年も前にすぐ近くでノーウォーク鉄道事故っていう最悪の転落事故が起きているわけじゃない。まあそうだな。なのに、こっちで似たような事故が起きているのはどういうわけなの？
よその地域で起きた出来事だから、うちには関係ない、とはならないでしょ？詳しいところまではわからないが、一応当時のカナダの鉄道の含む規定においても橋を通過する前には停止するという決まり事はあったみたいだ。決まり事だけあっても、それをみんなが守ってないんじゃ意味ないじゃない。事故後に生還した職員は、この含む規定違反の責任を問われた際に、信号が見えなかったから止まれなかったと主張している。なお、彼はまだ働き始めたばかりの新人で、路線のどの位置で列車が止まるべきかも詳しく知らなかったようだ。いやもうそんなんばっかり、どれだけルールを細かく詰めたところで、ミスを犯すのはいつだって人間だ。そして、そのミスを犯す立場の人間の状況に立ってみなければわからない事情や都合ってのは山ほどある。今回のケースで言うと、その路線に詳しくない新人や代理運転士からは、信号や旋回橋の場所や止まるべき位置がわかりにくかった、という問題があるね。そうだな。ただ過去の事故の教訓を反映させて廃終了、ではなく、その現場で働く人たちの目線になって、より実用的なルールを作っていくことが大切だ。と、まとめたところで、今回の動画はこの辺で。このチャンネルでは、過去の事件や事故について情報をまとめた動画を定期的にアップロードしているよ。興味があるって人は、ぜひチャンネル登録していってね。動画内容への意見や感想、この事故について紹介してほしいみたいな要望なんかもお待ちしているんだぜ。また、高評価ボタンを押していただけると、今後の動画作成の励みになるので、こちらもぜひお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。